はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきます。今回ご紹介するのは、こちら、じゃん。はい、出た、プレミアムバンダイから出ましたドラゴンボールスーパー悟空ベジータフュージョンセット。はい、ということでね、こちら HG の、前ね、エネミーセットが出ましたが、それと対になる、フュージョンセットですね。はい、こちらがね、届けましたんで、開封していきたいと思います。ではね、ちょっと段ボールから、出してみましょう。はい、段ボールから出しました。では箱の状態見ていきましょう。はい、はい、こんな感じ。うわー、いいね、かっこいい。まあ、まず、スーパーサイジンゴッドに悟空で、ゴジータに、ベジータブルーで、よ、分かりづらいんで裏いきますが、よいしょ、はい、こういう感じ、よいしょ。こう近づけてみましょう。ベクーとね、ベクーのね、ガリバージョン、はい、あと、ゴジータスーパーサイヤ人、はい、この、8体ですね。はい、こちらの8体で、こうやってね、エネミーセットみたいに、光らせることができます。はい、では早速ね、この箱から出してどういう風に入っているか見ていきましょう。はい、こういう感じでね、ブリスターに入ってます。それぞれここにね入ってますね。で、こちらが、ライトアップするやつですね。ライトアップ台座、はい、で、これがゴジータですね。まあ一番ね、ちょっと気になるのは HG のクオリティですね。色のはみ出しとかね、そういうのすっごい気になりますね。はい、では早速、一体ずつね、見ていきたいと思います。はい、組み立て終わりましたね。開封して組み立て終わりました。ではね、早速見ていきたいと思います。では最初にね、ベジータブルーからいきますか。はい、こちら、はい、ベジータブルー、うん、まあいいですよ。まあいつもの HG クオリティですね。はい、うん、まあ、特に顔の部分とか、色のはみ出しとか気になる部分はないですね。うん、で、まあ、ちゃんと台座に、台座が大きいんだよな、これな。台座が大きいからね、台座の分ちょっと幅取るんだよな。うん、もうちょっと台座ちっちゃくしてほしかったっつうのがあるけど。うん、はい、ベジータブルー。じゃあ次はですね、ベジータ、防寒着バージョン、はい、こちら、はい、いやこれもね HG クオリティながらね、うん、よくできてますよ、うん、この防寒着バージョン珍しいよね。いいですよ、ちゃんとこう風にたなびく感じもね、表現されてますしね、うん、これも特に、目立つ色ムラとかはないですね、うん、はい、ベジータ防寒着、はい、で、次が、悟空ゴッドいきますか。はい、悟空ゴッド、こちら、
これに関してはね、すっげえ俺いい好きですね、なんか映画版の悟空ゴッドにすごく近いと思います。これちょっとニヤってしてるね。でちょっとね、あの瞳の輪郭が大きいんですよね、劇場版の悟空ゴッドは。ちゃんとこのポーズもしっかりしてるしね、これは HG クオリティ以上な感じは見受けますね。これはよくできてる。はい、これかっこいいわ。はい、ではね、次は、悟空の防寒着バージョンです。はい、こちらこれもねよくできてるよね。ほんといい感じ。いやー、このたなび方もね、ちゃんと再現されてるし、すごくいい。 HG サイズながらほんとよく再現されてますね、いやーこれいいっすよ。この防寒着バージョン好きですね、いやいい、かっこいい。はい、ではね、続いて、どうしようかな、ゴジータのスーパーサイヤ人の方から 見ようか。はい、こちら。これは良くも悪くも HG クオリティですね、頭はクリアパーツです。今回はね、特に色ムラのあれ激しさっていうのはないですね、でもこのポーズなんか見たことあるなと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、なんかね、これと似たようなのを前に見たなと思ったらこれですね。はいめっちゃポーズ一緒や。ただここが、ここのね、肩とかのあれはこっちはメッキっぽくなってて、こっちは普通に、ちょっと肌の色も全然違いますね。こっち白っぽくて、こっちはもう肌色。こっちはもちろん HG のガチャガチャの方ですね。ただ台座があるかないかぐらいと、あと髪の毛とか色が違うぐらいですね。はい。型は完全に使い回しですね。ということで、ゴジータ、はい、じゃあ次はね、ちょっと自分的に結構好きなベグ、ガリの方がやらいこうかな。はい、ガリバージョン、これめっちゃよくできてるよ。いやこれ劇中のガリバージョンそっくり、めっちゃガリガリ。ウエストなんてめっちゃ細。いやこれすっげーよくできてる、再現できてるよ。いやこれだけでもね、買いだね珍しいよねこのガリバージョン。めっちゃ弱そう。いやこれよくできてるわ。いやこれ結構好き。
で次、ベグーの、デブバージョン、はい、こちらちょっと憎ったらしいもう顔がもう憎ったらしい顔してるが、でもすんげえよくできてる、似てるわ、めっちゃよくできてるこれ、このなんかふてぶてしいつうか、このちょっとアヒル口になってるような顔とかもめっちゃなんか憎ったらしい、スマイル検知するしすっげえ、うわこのデブ、うわ、いやこのベクーはよくできてるな、2体とも素晴らしい出来ですよ、この2体だけでも買いですね、もうつうか今回全部当たりだと思うな、まあ、自分的にあのベジータブルーとこのゴジータに関してはまあ HG クオリティって感じだったけど、はい、ではね、ついに来ました、ゴジータ、ゴジータブルー、はい、こちらね、見ていきましょう、はい、こちら、あ、これさっきのだ、こっちじゃない、はい、こちらめっちゃすんごい、うわかっこいい、いやすげえ、ボリュームもすごいしね、何よりも胴着とかがもう完全メタリックなんですよね、うん、でちょっとこう横向くとちょっと前のめりにこう来てるんですよね、うん、すっげえかっこいいこれ、いやーこれはすげえ、こうエフェクトがねとにかく細かくてね、いやーちょっと重量感もすごいあるんですよ、まあ、顔もね、はい、いや色ムラとかもねなくてね、よくできてる今回は、かっこいい、まあちょっと一応ね明るいところですけど、ちょっと一回ちょっと点灯してみましょうか、はいはい、こういう感じでね、そこが本当はね白色なんですけど、ブルーの台座なんで青く発光しているように見えます、はい、では一回ちょっとね電気を消して、ちょっと点灯させてみたいと思います、はい、真っ暗で何も見えないけど行きます、じゃん、すごい、うわ綺麗、めっちゃ綺麗、もうあの本体が影で見えないけどめっちゃ綺麗、青くてすっげー綺麗だな、うわーすげえライトアップ、はいすごい、はい、という感じでね、いやーこれはねほんとすごいわ、あの数も多いしね、うん、いやー8体あって、うん、まあ1万1000円ぐらいか、まあでもねこれだけでも十分な価値がありますね、うん、他の出来もすごい よくできてるんで、はい、いやシリーズ集めてる人だったら間違いなく大当たりだと思います、はい、いやーかっこいい、はい、ということでね、まあ、前回のねエネミーセットと一緒に飾ってる場面を映しながらお別れしたいと思います、ではね今回はこの辺で終わりたいと思います、ぜひね、このチャンネル見ていただけましたらチャンネル登録、
あとね、いいねボタン、グッドボタンよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。